ショパンの死の直前に撮影された写真、ジェーン・ウィルヘルミナ・スターリングは、スコットランドのアマチュアピアニスト。作曲家のフレデリック・ショパンとの関係がよく知られており、ショパンの野草曲のうち2曲が彼女に検定されている。スターリングは、ショパン晩年の1848年にイングランドとスコットランドを巡るたびに彼を案内しており、1849年の彼の死後は、 身ののの回りのものや装甲の処分を任された二人が恋人関係にあったという証拠は全くないが、彼女は、ショパンの死後、しばしば、ショパンの未亡人と呼ばれた。スターリングは、ペースシャー、ダンブレンに近いキッペンロスハウスのキッペンダビー領主、ジョン・スターリングの13人の子供の末娘として生まれた。一家は、スコットランドの貴族の家系で、 彼女はその末裔にあたる。母は彼女が12歳の時に、また父は彼女が16歳の時にそれぞれ死亡しており、その遺産によりスターリングは若くして裕福となった。その後彼女は夫を失った29歳の姉のキャサリン・アースキンの世話になる。スターリングは非常に可愛らしく人気者で30の求婚を断ったとも言われている。1826年からは 彼女と姉はスコットランドとパリに生活の場を分かつことになった。彼女は音楽や美術だけでなく、拘置所の改築やホメオパシー、プロテスタントの運動にも加わるなどしていた。彼女がショパンと出会ったのは1842年、もしくは1843年のことですぐさま彼の弟子となった。彼女のピアニストとしての才能は、 ショッパンが彼女を表した言葉から明らかである。いつかあなたは、とても、とてもうまく弾けますよ。彼は、自らの指揮が迫ると、弟子の一人であったベラルビオに、スターリングの指導を託している。1844年、ショッパンは、オーパス55の2曲の野草曲を彼女に検定した。また彼女がチェロを習いたいと希望したため、ショッパンは彼女を、 友人のオーギスとフランショームのもとへ向かわせた。スターリングは、ショパンと共同で7巻に上る彼の作品の大半を収めたフランス5番作品集をまとめ、ジャンル別の作品を構築した。この作品集は後年、フランスの音楽学者で、ショパンの電気作家であるエドアールガンシュが、ショパンのオックスフォードオリジナル版を作成するのに用いている。しかしながら、 ショッパン自身がこの作品集を基礎的な自作の肯定集としようとしたかについては疑問の余地が残るところである。スターリングは彼の秘書、代理人、マネージャーも務めていた。1848年2月16日のサルプレイエルでの演奏会を仕切ったのは彼女であり、暖房、換気、喧嘩にまで気を配った。この演奏会の最後の演目は、 船唄え町長々であったが、疲れ切ったショパンは最後まで引き切ることができなかった。なんとか自力で控室まで戻った。彼はスターリングの腕に倒れ込んだ。結局これが彼の最後のパリでの演奏会となる。同地では3月にもコンサートの計画が立てられていた。ものの2月23日に革命が勃発して、多くの人が街から避難したのである。これによりショパンの生計は、 途端に立ち行かなくなってしまった。スターリングと彼女の姉はショパンにイングランドで連続演奏会を開くことを持ちかけた。病を患っていた彼は遠出には消極的であったが演奏旅行で得られる資金が必要であったため提案に同意した。一行は1848年4月20日にロンドンに向かって旅だった。スターリングを通じショパンは イギリス社交界の上流階級の面々に紹介された。5月15日の私的な演奏会において、彼はビクトリア女王とアルバート公の午前で演奏している。8月までにロンドンでのシーズンは終わりを迎え、ショッパンはスターリングの実家があるスコットランドに赴くことにした。彼らは皆、エディンバラにほど近いカルダー邸に宿泊した。これは、 スターリング姉妹の義理の兄弟にあたるスコットランド貴族のトーフィッケン閣下の居城であった。ショッパンは町から町へ引っ張られるようにして裕福な親戚に次から次へと合わされていったが、フランス語とポーランド語しか話せないショッパンはいつも合わされた多くの人々と会話することもできず、健康状態をさらに悪化させただけであった。8月28日には、 マンチェスターで3曲演奏することになったが、あまりに弱っていた。彼は担がれて舞台への上り降りを行った。この旅行にかかった費用は全てスターリングが支払った。ショパンが最後の遺言をしたためたのは、旅行の最中の10月の暮れに数日滞在した、ポーランドのウィシツジニスキー氏の家でのことだった。一万一私がどこかで休止するようなことになったら、 将来私の原稿は処分等がなされるように、という人のボイチェフ・グジマワにあてて書き送ったのである。死の床にあるショパン・ショパン・ボン・ヒズ・デスベド1849年ショパンのデスマスク・クレサン・ジェ作1804年7月、ジョルジュ・サンドと同じ月に生まれたスターリングはショパンより6歳、年上であったが、この頃にはショパンとスターリングが間もなく婚約するという噂が、 広く囁かれた。しかし、これは現実のものとなることはなかった。ショパンの手紙の中には、彼女に対して恋愛感情を持ったということを示す記述は一切ない。それどころか、彼女はしばしば、ショパンを退屈させていた。彼は友人にこう述べている。皆が私をスターリング城と結婚させたようだが、彼女は死に嫁いだ方がましだよ。 ショパンのイギリス最後の演奏会が十一月十六日、ロンドンのギルドホールで行われたが、これは彼の深刻な病状を押しての公演となった。一行は十一月二十四日にパリに帰り着いた。送られてきた山のような請求書は、スターリングが匿名で支払った。ショパン最後の時が迫った千八百四十九年、スターリングはポーランドの画家であるテオフィルクビアトコフスキに、 ショパンの油彩画を移植した。この絵には、ショパンの姉のルドビカや、マルセリーナ・チャルトリスカ公尺夫人、藤間はなども一緒に描かれている。1849年9月には、ショパンはバンドーム12のアパートを借りた。7室ある2階は以前ロシア大使館が入居していた物件であった。ショパンにはその賃料を賄うことはできなかったが、スターリングが彼のために、 ここを借りたのである。ショッパンが死亡する10月17日の数日前、彼女は彼のグランドピアノを買い取った。また、彼女は彼の葬儀にかかった全費用、ショッパンの姉のルドビカがワルシャワへ戻るための旅費、そしてショッパンのピアノをワルシャワのルドビカの元へ輸送する費用のすべてを負担した。彼女はショッパンが残した家具や身の回りのものすべてを買い取り、中には オーギュスト・クレサンジェが作成したショパンのデスマスクも含まれていた。彼女は家具類の一部をカルダーテへと運び、ショパン博物館として知られるようになった特別室に展示されていた。さらに彼女は様々な実質プスケッチ、書簡やその他の書類、手書きのコメント、意向、検事なども集めた。彼女はルドビカとかなりの数の書簡をやり取りして、 ショパンの未出版作品を遺作として世に出すことを検討しており、現在これらのうち25通がワルシャワのショパン博物館に収められている。ダンブレン聖堂ショパンはスターリングに彼女だけが自分の本当の誕生日を知っている人物だと話していた。彼女はこれを書き留め、箱に収めてペール・ラシェーズ墓地に彼の亡骸と共に埋めた。ショパン一周期の際には彼女は ルドビカを通じて手に入れたポーランドの土をショパンの墓の上に巻いている。彼女はショパンの弟子の一人であったトマス・テレフセンからもピアノの教えを受けている。スターリングは1859年2月6日、乱奏脳腫によって54年の生涯を閉じた。彼女は2月11日にダンブレン聖堂の敷地内に埋葬された。彼女はショパンの母のユスティナに ショパン博物館を遺蔵したいという遺言を残していた。1863年にロシアがワルシャーに攻め入った際、それらの多くが破壊されてしまう。現存している品には彼女がしまっていたショパンの飛び色の紙がある。ジェーンスターリングに関する初めての電気が1960年にオードリー・ブリン・ボーンによって表されている。 ジェーン・スターリングと姉のキャサリン・アースキンによってなされた、ショッパーに対する資金援助は、実際は、スウェーデンのソプラノ歌手であるジェニー・リンドによって、なされたのではないかという主張もある。スターリング姉妹は、単に、リンドの匿名性を守っただけだという説である。彼女らの父の遺言によって残された資金はわずか300ポンドで、あり、これではどうしてもショッパーに対して言ったかなりの額に、 登る援助資金を賄うことはできないのである。注釈出典。ありがとうございます。